チニ。あ、出た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 、矢島捕らえました。本一一気通貫ドライチ。はい、第19期ジャンオ決定戦2日目南一局をお送りいたします。親は、吉田元就ですね。ドラが C1 になります。先ほどあの漫画ね、リアンピン3ピン上がった次の曲ですね。なるほど。9000点と、うん、まあ、あとはもう曲紹介ですよね。高い打点はいらないから、まあ、1曲ずつね、そうそうそう、消化していって、まあ、稼、取っ手を稼ぐのはね、うん、基本親でやることなんですよね。で、ハイパイですね。うん、うん、どうですかこれ。曲紹介、曲紹介、曲紹介っていうことは、いわゆるリーチをかけずに上がりたい、まあ、そうですね、あの危険を、そうそうそう、まあ、この手例えばリーチとかかけるとしても、うん、だいたいリーのみとかになりそうじゃないですか。でもなんか E1 とトンドシャンポンとかまっすぐ進めていったらね、うんうん、それってもうね価値ないじゃないですか、うん、だったらまあトンがね一応安全牌候補として、うんうん、まあ、トンを泣かなければ、守備力はまあまあ、そうそうそう、トンさえ泣かなければありそう、うん、で、まあ、手役はチートイツ、サントイツでチートイツが一応見えてて、うん、チャンタとかもあって、まあ、もちろん厄介の重なり、うん、3色もありますね、うんうん、多分チートイツだとメンツが一つできてるんでね、うんうんうん、できればちょっと春ツ寄りで、うん、なんかワンフーロツーフーロでトン持ってかわしたいなみたいな感じだったんで、うんうんうん、ソーズの一通と、うん、まあ、チャンタの両天秤ということで、うん、ウーピンにしました。あ、まあなくはない選択ですね、うんうんうん、でね、なんか端っこ切ってもね、うん、なんかいいピンとか切ってもいい未来は見えないですよね、うんうんうん、あんまりね、うん、でドラがチーワンと、うん、よくないですね。僕もしょうもないチャンで、結構チートイツですかね、僕は、はい、でスーピンって2枚になったんですけど、さっき言ったようにトンと E1 のチャンプになってしまいそうなんで、うん、これはもうかなり、はい、なんかピン不景か、うん、あ、そうなんだ、もうピンにしました。おー、うん、これすごい選択だな。なんか先に両面でピンフがテンパる未来がちょっと浮かばなかったんで、もうチャンタ1本にしましたね。え、でも一通とかもあるじゃん。一通はソーズの一通、ソーズの一通、うん、うん、ソーズの一通になった時にちょっとこれ払ってるの重くなりそうかなっていう、うん、なるほどね。まあそしたら E1 とかを仕掛ければいいかなみたいな感じだったんで、うん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 、まあ、ピンの両面は別にいらないかなっていうことで、なるほど、はい、切ってみました。あれスーピン引いてウーピンさらに切る人は結構少なそうですね。だいぶ少ないんじゃないの、うん、これは、うん、いやなんか裏目比較っていうか、うん、例えば初の重なりとかもこれって裏目じゃないですか、うん、厄介の今までは厄介重ねようと思ってたんだけど、厄介重なったらもうちゃんととかいらないんで、うん、これですね。見しちゃった。これですね。これ前順が、あ、そうだった。スーピン来たところで、うん、ね、スーピンウーピンと払ってて、うんうん、まあ、Eピンがあんまり機能してないと思うんですよね。うん、で初引いたらポンしてサブローピンとトンとイーワンのイシャンテンになるから、うんうん、まあサブローピン受けがなくなってることは僕は結構痛いかなと思うけど、うん、まあチャンタで1本で行くんだったら、まあ安全かつね、うん、こういう風に真ん中の牌切っていけるので、うんうん、点差もねかなり影響してるかもしれない。例えばもうちょっとすごい上がりたいとかだったら、うん、3万5千ぐらいだったらさすがにスーピンピンは切らない、うん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 、4万9千点なんで、うん、まあ1局上がり逃しても、うんうんうん、まあ、まだ全然なんとかなる点差なんで、うん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 、なんでより安全にということでチャンタにしましたね、うんうんうん、5ばっか切ってるとね、ちょっと M リーグ呼ばれなかったもんね。5ばっか切ってるからM リーグルール向いてないんじゃないかみたいな、うん、打ち方違いますよ。まあ、そりゃそう。そりゃそうね。うん、うん、そっちの打ち方はファズハイを見てください。ファズハイも勝ってるんで。そうね。うん。うん、相手はまた同じ。あれは本当納得いってないですね、僕も。ちゃんとちゃんと。うん、すごい。うまくいったでしょ。うまくいった。うん、これなら確かにスーピンウーピンあってもしょうもないから。ね、あれでリードミーのいいチャンネルになってるから。それよりはね。うん、これドラのチアも入れてたんだもんね。そうそうそう、チアも引いたんで、素晴らしい、うん、素晴らしい。結果はうまくいった、うんうん、ほらパワー出るよ、うんうん、これはもう僕ね、うん、まあ、下茶の仕掛けに危ないんで、そうそう、なるほど、切らないところと思ったら切りましたね、うん、
で、パーマンチーしてチャンタのくっつきじゃないですか、うん、トンアンコでアンパイもタンパ守備力はもう抜群、抜群、はい、うん、うまくいくもんだね、うまくいってる、ね、ものすごくスーピンピン切る人なかなか少ないな、うん、うん、なんか守備のスーピンピンとかね、もうスーピンピンはもう持ちたくないみたいな、うん、最終的にそう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 、うん、だから例えば、うん、なんかこれ、うん、そのだからやる気の問題なんですよね、うん、どれだけこの手にこう頑張って上がりに行くかみたいな、うんうんうん、僕はちょっとおちゃらけた染めに行きましたけどほら、まあ、相手もおちゃらけてるのがいいかなっていういやもうイーマンの馬鏡が良すぎてもうこれはもうもらったぜみたいな、なるほど、もうどうやってもこれ俺だけのチャンタ、うんうんうん、俺だけのチートエバリにどうやってます、おほら、うん、うまくいってるね。チニツ三シャンテン。三シャンテン。うん。まあダブナンでもあるからね。そう。こいつダブナンでもいいしね、うん。やっぱこういう仕掛けは大切ですよね。で、チートイツイシャンテン。チートイツイシャンテン。ゴツゴツしてる。うん。うん、なんといといでもいいしね。そう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 。まあ真ん中、ルーピン2枚目なんだよね。うん。うん、ちょっとといといでもいいし。あ、そっかそっか。おっ、なんか、よくわかんないんだけど。とりあえず僕、高くしたいんで、これね。チニツイと。チニツエ、まあ2ピンね、3枚目でくっつきとして結構良さそうに見えてたんで、うん、まあ、実際はここに3ピンアンコでゼロなんですけど、うん、ケムさんもね2ピン切ってて、うんうん、3ピンアンコから切ってるっていう感じなんですけど、自分で3ピン1枚持ってるんでね、うん、それもそんなにないことなんで、うん、とりあえずくっつきを求めて2ピン泣きました、カーピン、キューピンはね、比較的ポンできそうな範囲なんで、うん、その時にピンズのくっつきが1個あるかないかで、えらい違いなんで、うん。うん、1ピン引いたらペイ3ピンももう全然悪くて、全然、むしろいいぐらいの僕。馬強的には全然いいでしょ、うん、みたいな。うん。ここでアンカンと。うん。親だしね。うん、これはもう当然。まあ、これは普通ですね。もうん、5万もないし。貼ったらリーチですね、これは。シンドラが、チュン。チュン。今僕が切って誰も声がかからなかったし、ああやっぱり言いてーだったら初切るよ、そう、そうやそう、うん、キムがチートイツと、おう、リーチか、もう今邪魔ないんでね、うん、ウピンのチャンスなんで一応、うん、見せていきましたね。で、安めのリーチなんでね、ここには打てないんですよ、勉強的に、うん、まあ他も打たないですけど、うん、うん、基本的にはもう折りと方向ですね、うんうん、ここですね、まあ、ニャワン現物なんで、ね、ニャワンでもノーチャンスだって、ね、E1 とかめちゃくちゃ良さそうなんですよね、うんうんうん、みんな持ってますそうなんで、うん、展望が競ってたら行きたいですけどね、まだ行かなくていいと、うん、うんうん、行った、行きますね、強打気味の時はみんなイーシャンテンなんで、強打する人は、うんうんうん、そうですね、もう老僧はちょっと行きづらいですね、だいぶ行きづらい、行きづらい、まあトンか E1 か E ピンで、うんうん、E1 はノーチャンスだけどしょっぱい、うん、でもだいぶなさそうではあるよね、手順的にはこれ2ピン4見えの3ピン切り率だもんね、うん、うん、なんでこれで一応軽点もね取れるかもしれない、うん、E ピンの方が一枚枯れなんですけど、まあ万が一掘りのニャンピン手出しで E ピン短期の本質とか当たる手なんで、うん、チーンズ本質で安全に行きました、うん、通信のパスそう、うん、まあ、この曲はね僕はもう回っちゃったんで上がりじゃないんですけども、うん、まあその曲のテーマですよね、うん、ナンバーで49,000点、まあ、4万9000円でなくてもやっぱ曲消化が大事な局面で、うん、リーチをかけないで、ああ、ああ、ああってた、うん、手組みをするっていうのはしっかりできるかどうかですよね、うん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 、だそれでリーチをしないんだったらどうするかと、お、うん、当たり前のチビ2回引いてリーチかわいそうかわいそう見合わったのに切ないね、キム君は結構きつかったねこの決定戦は終始、うん、でまあこうはね、こうだったら折りにもあるんですけど、で一発で、かわいそう、でも裏ドラはなかった、4% で済みましたそこだけかわいそうじゃない、そこだけかわいそうじゃない、なるほど、はい、まあこのね、ウーピンは1枚目切る人多いけど、スーピンを引いた時に結構ね、初重なって
泣いて仕掛けるっていうのすら4万9000点の点数だと嫌だというところで、うんうん、それで守備力を下げたくなかったから、うんうんうん、まあ遠いチャンタにしてもうなるべく安全度の高い牌を抱えながら打ちたいという方針で、うん、ピンゾニアメを切っていきました。まあ狙い通りね、うん、チャンタ素晴らしい、はい、テンパって、まあこの点数状況だとね、いくら上がれそうだって言ってもね、8000点とか1万点だったら馬鹿らしいんで降りるんですけども、まあその方針のもとうまく手作りをすることができましたね、うんうんうん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。